歴史学者モースの筆録にこう記されている。クリスタルの加護を受けし大地バリスゼア、大地に鎮座するマザークリスタルは人々を繁栄に導いてきた。しかしいつしか芽生えた人の自我は自らを惑わせていく。それゆえにクリスタルをめぐる探求の旅は今なお続いているのだ。もうすぐ夜明けだ。そろそろ両軍が動くぞ。俺たちの任務はドミナントの暗殺。標的を間違えるなよ。女だろ戦場で間違えるか。それより本当に現れるんだろうな。いずれにせよ俺たちに拒否権はない。これがある限り疑問を持つな。そろそろ出るぞ。抜かるなよ、ワイバーン。お前はこの任務の肝だ。分かってる。
こっちだ、ついてこい。この戦場は荒れるぞ、くれぐれも気をつけろ。おい、急ぐぞ。は、始まりやがった。牙が出るまでダルメキア軍が持てばいいよな。なんだよ。門へ行け、急げ、早く。援軍を出せぬとはどういうことだ。話が違う。何のための同盟か。慎まぬか。陛下のウォルード王の御前だぞ。これが我らの結論です。何を焦っておいでか。戦況など一時的なもの。先の大陸戦争の折も帰国だけで見事に奴らを防いでみせた。違いますか。それに帰国のドミナントが控えておられるのです。我々の介入はかえって足手まといでは。患者の知らせでは奴らも召喚獣を手に入れたという。あの時とは状況が違いましょう。援軍は不要だ。何の勝算があって。今さら兵隊を借りたところで、悠長に到着を待つ気か。ここが落ちればあの蛮族どもを前に首都ランデラは丸裸なんだぜ。俺が出るしかあるまいよ。クプカギョ、せいぜい鉄王国の奴らに見せつけてやるとしよう。格の違いってやつを。
フーガ。ベネディクト。気をつけてね。増票など召喚獣の前ではチリアクタ。俺の力を疑ってるのか？いいえ、全然。あなたを信じてるわ。愛してるもの。召喚獣シバだろうが、すぐに片付ける。いいか、戻ったら覚悟しておけよ。乱戦になったな。いい頃合いだ。俺たちも行くぞ。どうする？行くしかない。先に行け。待て。何か様子が。早々に召喚獣を出してきたから。鉄王国の島だ。本当に嫌がった。行くぞ。するのはワイバーン、急げ。
貴様。ワイバーン、ワイバーン。しっかりしろ。任務はまだ終わってないんだぞ。もうおしまいで。ナイトの称号を返上しても構わんというわけだ。ナイトがこの体たらくでは守られる側も気が気でないのでは。心配なんてあるもんか。兄さんは絶対に負けないよ。でしょクライブ、次こそ一本取れるわ。頑張って。では本番、五千円に応えてみせられよ。では改めて打ち込みから立ち筋を見せてごらんなさい。お見事。その立ち筋なら戦でも引けを取りません。しかし魔法の腕はどうですかな。フェニックスから授かった火の魔法、とくと見せていただきましょう。さあ、火の魔法を見せてごらんなさい。よし、続けて。なるほど、見事です。もはや魔法の訓練など必要ありませんな。世辞は必要ない。では次は私から参りますよ。攻めは確かだが、果たして守りはどうか。今度は気を失わぬようしっかりと私の剣をかわされよう。私の太刀をかわせますかな。うん、さすがに身が軽くていらっしゃる。いいでしょう。クライブ様、くれぐれもお忘れなきよう。熟達した身のこなしはそれだけで大きな武器となります。そしてあなたには可能なはずだ。常人を超える身のこなしが。ナイトの称号を持つあなたはフェニックスの祝福を授かっている。その力で私に追いついてごらんなさい。さあ、追いつけますかな。そう、これで相手は不意をつかれる。さすがですね。ですが、いくら類まれな力を持っていても戦場を無傷で切り抜けるのは困難。わずかな傷が命取りに。その力を十分に発揮するためにも
特に自身の体力は常に把握しておきなさい。さてクライブ様、そろそろ体力が減ってきた頃ではありませんか。よし、よろしい。戦は人たちが勝敗を分かつもの。剣術、魔法、身のこなし、祝福の力、その人たちを確たるものにするため、自身の力量を正確に破測するのです。常に万全の体制で臨むことを忘れてはなりません。さあ、肩慣らしはここまで。最後は実戦です。バケツの水で冷えた体もそろそろ温まった頃でしょ。望むところだ。ようやく私もお相手ができる。ではナイトの称号にふさわしき力量を証明してみなさい。ああ、やってやるとも。さあクライブ様、上がってきなさい。やられましたな。だがようやく一本だ。父君の剣によく似ている。名ばかりのナイトだなどと、もうからかえませんね。頼もしくなられた。何をしている。持ち場に戻れ。ジョシュ、疲れただけだ。こんなことにフェニックスの力を使うんじゃない。ナイトを癒すのも僕の務めだよ。これくらいどほら見ろ、今朝も咳込んでたな。外に出ていいのか。大丈夫だよ、安心して。無理をするな。殿下がお戻りになられました。父上だ。太后妃、いけません。このようなところへいらっしゃるなど。可愛い息子を迎えに行くのです。何の触りがありましょう。皆の者、我がロザリアへの揺るぎない忠誠に感謝します。ありがたきお言葉、我が身に変えても。ジョシュア、また部屋を抜け出していけない子ね。ごめんなさい。ご機嫌うるわしゅう、母上。
ジョシュは殿下をお迎えに上がりましょう。将軍。あは。まるで血がつながってないような扱いだ。はあ、実の息子なのにフェニックスが宿らなかっただけで。行こうか。手を挙げよう。お帰りなさい父上。ありがとうジョシュア。大事はなかったか。ええ、もちろん大丈夫です。今日は兄さんの稽古をずっと見ておりました。そうか。トルガル静かに。これやめろ。トルガル、そいつは大物になるな。父上、楽にされよ。ご厚情痛み入ります。ご無事のお戻り何よりでございました父上。近いうちに戦になる、覚悟しておけ。そこまで切迫しているんですか。後で謁見の間に話がある。はい父殿下。解散。ダメよ、どこ行くの。私たちも行きましょう、クライブ。そうだな。戦になるの。おそらくな。話を聞いてみないと。